まあでもそのね、もうな数人でこんだけこう自分の情緒不安定してるのに、ほんま何百人とか何千人とか雇ってる社長ってすげえなと思って、あの中学校の同級生でお父さんが社長の人がいて、でそこがもう何千人ぐらいの社長さんやったんですよ。でまあそのお父さん自体と僕も面識そんなにあるわけじゃないんですけど、やっぱりこう家庭内の話を聞くと、まあ、会社がちょっとこう傾いたりとか売り上げがちょっと下がってくると、あのもう家庭内の空気感がえげついなんですよ。もうピリ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 してるっていう、でもうなんかそのなんかちょっとした、粗相といいますか、まあ分からないですけど、例えばお茶碗持ってるのを落としちゃったとかで殴られるとかっていうような、まあ一種、DV と言っちゃ DV なのかもしれないんですけど、っていうような時期もあったしみたいな、こう父親に殴られて鼻折れたこともあるしみたいなっていうような、まあそういう精神状況のに陥ってしまうんやろうなっていうのが今になってわかります。当時はなんかすごい短期の人なんかなぐらいしか思ってなかったんですけど、いざこう自分で会社やってみて、でそのね何百人何千人雇ってる社長さんの気持ちを考えた時に、すごいメンタルやなというふうにはやっぱね、もう、改めてすごさを実感するみたいな感じでは思いましたね。はい。